山本果次郎は日本の映画監督、俳優、脚本家、追筆家である。脚本を書く際や俳優としてデビューした当初は平戸信行、平田信行名義を使用することも多かった。東京市銀座うねめ町で生まれる。父親は天狗タバコの総支配人であった。慶応義塾大学理財科時代に偶然から映画に出演することとなり、1920年に制作された。 真夏の夜の夢で岡田義子と共演して俳優デビュー。慶應義塾大学を中退して映画界入りをする。しかし、このことが原因で親から感動され、その手切れ金で無名映画協会を設立し、自ら出演した。その後、日活に入社して助監督を務める傍ら脚本も書き、田坂智隆監督の春と娘の脚本などを手掛けた。 関東大震災後には、関西で結成された、早川プロダクションで、熱化の十字球を監督した。これが監督デビュー作である。1933年、PCL に移籍し、江ノ県映画を、数多く監督。中でも、江ノ県のどんぐりと見表へ、1936年、江ノ県のチャッキリカネタは、江ノ県の持ち味の音楽ギャグを生かした、数ある、絵の映画の中でも、 屈指の傑作と言われている。1938年、高峰秀子主演で綴り方教室を監督。1941年には黒沢明を助監督に馬を制作した。この2作品は従来扱われていなかった世界を扱った佳作として高い評価を受けた。第二次世界大戦中の1942年、ぶらや英二が特技監督を務めた。 海戦を東方映画で制作する。この映画は海軍省の市場命令で制作されたが、航空母艦の資料提供を一切受けられなかった。このため米国の航空母艦資料をもとに、看板セットを組んだところ、海軍同席の完成試写で、三宅の激動を買い、あわや風切り差し止めとなりかけた。無事公開できたことについて、山本は戦後、誰がどうやって、あの場を収め、 公開にこぎつけられたか、未だにわからないと語っている。1944年には、陸軍省公演の、加藤春戦闘隊を東方で制作、公開。藤田進を主演に、特技監督は、前作と同じく、つぶらや英二を迎えた。一式戦闘機、春をはじめとする、実物機や陸軍落下山部隊を多数動員するなど、 陸軍全面協力のもと撮影が行われ、本作は同年の工業収入のトップを記録した。フィリピンのマニラへ三人のマリアという映画を撮影に赴き、そのまま戦火に巻き込まれて帰れなくなる。フィリピンの捕虜を収容した一般キャンプへ、キャンプでは異門演劇団の大顧問に、キャンプの演劇団は大盛況だった。その後、1951年に、 高千穂日鶴のデビュー作、ホープさん、翌々年1953年には、東方で、初のカラー映画、花の中の娘たちを作り、健在をアピールした。1955年女優、松山恵子と結婚。長男、山本和正が誕生するが2年後に離婚した。晩年は、監督作品には恵まれなかったが、脚本を多数執筆。 活動屋を自称する小粋な生き方は多くの文化人を引きつけた。また、1960年代には、東方の俳優養成所の所長を務め更新の指導に当たった。時には自ら指導を行う真摯な態度は、研修生たちに慕われ、尊敬の念を持って山梶先生と呼ばれた。1974年、動脈硬化のため死去。料理中非常に好奇心が強く、 白学でグルメでもあったため、生命をもじって何でもかじろうとあだなされた。著書も多い。また徳川無政司会のラジオ番組、話の泉にも佐藤八郎、堀内慶三らと出演。その白学ぶりを披露した。本大四郎、谷口千吉、黒沢明、高峰秀子などを育て、三船敏郎を映画界に送り出したことでも知られ。 また、榎野本健一と最も息の合った監督でもあった。PCL で助監督募集の審査部長を務めていた。時、最後の3人まで絞られた中の黒沢明を上層部の反対を押し切って採用に結びつけた。黒沢は当日ボロボロの格好をして面接態度もかんばしくなかったが、黒沢の絵画の話だけには強い情熱心を感じた山本は会社に、 黒沢を強く押したという。戦後、三船敏郎の採用面接の際には、東方設営部の山田和夫の強い依頼もあったが、ああいう風変わりな人間は一人くらいいてもいいだろう、と、彼の粗暴な態度に迫役していた他の面接官の猛反対を押し切って採用させ、さらに後々渋谷で靴磨きをしていた黒部慎に身元保証人になるから、 ニューフェイス試験を受けるよう促すなど好奇心旺盛な人柄ゆえに先見の民があった。助監督を採用する条件は酒がきれいに飲めることとトリッペルにかかったことがあることと冗談めかして公言していた。助監督たちには先生呼ばわりさせず山さんと呼ばせた。葬儀は撮影所で友人葬が取り行われ、かつて山本が見出した俳優、三船敏郎が 世話役の一人として、海外宿その人に当たったという、ありがとうございます。